熊についてです。今月に入って目撃件数が急増しています。けが人も出ていて、仙北市の川沿いでは今朝犬の散歩をしていた70歳の男性が熊に襲われ、頭や腕に大けがをしました。男性が熊に襲われたのは、こちら仙北市田沢湖梅沢です。この差市池川の土手沿いで今日午前4時10分ごろ。 近くに住む70歳の男性が犬の散歩をしていたところ林から飛び出してきた熊1頭に襲われました警察によりますと男性は熊と川に転げ落ちましたがおよそ300メートル離れた自宅に自力で戻り消防に通報したということです男性は熊に頭をひっかかれたり腕を骨折したりして大けがをして病院に搬送されましたが命に別状はないということです 警察によりますと、県内で熊に襲われてけがをしたのは今年に入ってから今月二十二日に続いて二件目だということです。現場は JR 田沢湖線の神大駅から北西に二キロほど離れた山に近い田んぼや家が点在する地域です。警察はパトカーを巡回させて注意を呼びかけています。また。

県内でクマが目撃された件数は今月に入って急増しています警察によりますと先月は19件でしたが今月はきのうまでで57件今年に入ってから合わせて79件になりました